皆さんおはようございます。ようこそおいでくださいました。5月の今日は第5日曜日ですね。5回日曜日があることは珍しい。年に2回ですか ?5 回あるのね。第5日曜日だから5回目ということじゃないんですけども、幸いな国の5回目のお話をしたいと思います。今日は憐れみ深い人ということで、マタイによる福音書の5章にあります三条の水訓のですね、最初の教え、幸いな教えを通して、幸いな国とはどういう国であるか、というお話をしております。しかし幸いな国と言ってもなんかこういう国になればいいとかこういう風になればいいということじゃなくて、私たちがどうなっていくのかということがですね、それがそのまま幸いな国を築いていくことなんだという風にお話をしております。最初から読みたいと思いますけれども、心の貧しい人々は幸いである、天の国はその人たちのものである、悲しむ人々は幸いである、その人たちは慰められる、柔和な人々は幸いである、その人たちは地を受け継ぐ、義に飢え渇く人々は幸いである、その人たちは満たされる、憐れみ深い人々は幸いである、その人たちは憐れみを受ける。今日はこの5つ目、憐れみ深い人々は幸いであるというところでありますが、本当に一つ一つの短い文章ですけどもね、深い意味と味わいが込められているということを私も お話をさせていただきながら、感じております。また私自身もこの御言葉によって恵みをいただいております。憐れみ深いというですね、この言葉でありますけれども、憐れみという言葉、普段私たちはあまり使うことはないと思いますね。普段の生活の中で使うとあんまりなんかいい意味にないじゃないというか、私はあの人を憐れんでやってるんだみたいなんて、なんかこうちょっと最近の言葉で言うと上から目線というかですね、ちょっと上からな感じがしますよね。憐れんでるとかっていうとですね、感じがしますが、しかし聖書においてこの憐れみという言葉は、一番大切な5つのうちのに必ず入ってくるとは思うんですけれども、旧約聖書には100回以上この憐れみという言葉が使われております。で、この憐れみという言葉はそもそもは神が人に向けておられる心、その中心となる思いと表す言葉です。ですから本来は人が人に向けるということよりもですね、神が私たちに向けておられる思いなんですね。ですから人間が持つ憐れみというのはもう神様の憐れみから比べれば本当に光の作る影みたいなもので、全く比較にならないほど薄く弱いものではあります。そもそもは神が私たちに向けておられる思いのことであります。申命記の4章の31節に、主は憐れみ深い神であり、あなたを見捨てることも滅ぼすこともなんとかっていうふうにこう続いていくところがあるんですけれども、旧約聖書においてこの天地創造の神のことをですね、憐れみ深く怒るに遅い神であるとか、憐れみ深く慈しみ深い神であるとかっていう表現が、本当に何十回も出てまいります。神は憐れみ深い神であると。で、なぜ神は憐れみ深いと繰り返し旧約聖書の中で述べられているかというとですね、それはこの神と私たち人間との関係というか、置かれているこの立場というものが
その背後にはあるわけです。私たち日本人はこう神と人間の距離が非常に近いですね。おそらく世界一近い民族かもしれません。死ねばすぐ神様になったり、イワシの頭も神様になったりしますから、こう神と人間の距離がですね、非常に近いですね。奥さんのことも神さんっていうぐらいですから、まあ、それはまたちょっと違うかもしれませんが、でも山の神なんか言いますよね。どうもこの日本という国は、非常に豊かで満たされた国であってですね、こう神という存在をこう非常に近く感じるからなのかもしれませんね。しかし聖書においてはこの神と人間というのはもう天と地、もうそれ以上にはるかに離れて決して交わることのない、隔てられた存在です。神は創造主であって私たちは被造物ですね。作った方と作られたものですから、ここには厳然とした違いがあるわけです。料理人と料理の違い、絵描きと絵の違いです。何だ分からなくなりかもしれませんが、作った人と作られたものの違いがあるわけですね。で、神は創造主であってこの全世界を作りなり私たち一人一人を作りくださいました。しかし人間は、そして人間には神様は自由な意志を与えて、自分で判断をして、また互いに、関わり合ってですね、自由に生きていくことを許された。でもその神に人間は背いたわけですね。神を神として崇めず、神の思いにかなわないものである。すべての人は罪を犯したので神からの栄光を受けることが、神の栄光を受けることはできなくなった。本来であればこの神は私たちをその神様と交わる対象として作ってくださったんですけれども、人間がそれに背いたわけですから、そしてそもそもは創造主と被造物ですから、人間が、神に向かうことなど本来許されるべきではないし、いやもっと言えば神はこのどうしようもない人間を裁いて滅ぼすことのできるお方であります。これを削除することのできるお方であります。しかし神は私たちを滅ぼされなかった、私たちを削除されなかった、消し去らなかった。なぜかというと、それは憐れみを持っておられるから。この罪深く弱い私たちを憐れんでくださって、これを許し、そしてむしろ大切な存在としてですね、守り育み、そして祈りに応えて導いてくださっている。これは全て神の憐れみのゆえなんですね。私たちはそれは目に見えないから、神様が憐れんでくださっているって、憐れんでくださっているから私が今日こうしてピンピンして元気にいられるんだとは思いませんよね。でもそうなんです。でギリシャ正教の教会に行きますとですね、行かれたことはないと思いますが、日本にもあるんですけど、広島にはないんですが、正教の教会はないと思いますけれども、ギリシャ正教の教会で、ギリシャ正教という言い方は正しくないんですが、正教会というオーソドックスとかいう言い方が正しいか、ちょっとどういう言い方か分かりませんけれども、世界のキリスト教というのはですね、2、3種類あるんですね。大きく分ける、一つは、カトリック、もう一つはプロテスタント、私たちはこのプロテスタント、もう一つはこの正教会、東方教会という言い方をしたりしますけれども、ギリシャ正教とかロシア正教とかルーマニア正教とか、そういうなんですね。でこの東方教会というその正教の方はですね、いろんな特徴があるんですけれども、一つはですね、祈祷文というものを使います。勝手にお祈りしちゃいけません。基本的に内緒でお祈りしている人はいると思いますが、礼拝の中では全て祈祷文が用いられます。
で、祈祷文を読むんですね。祈祷文を読みながら礼拝が進む。だからこの教会のように司会者がお祈りをしたり、献金をする前にお祈りをしたり、牧師がお祈りをしたり、適当なお祈りはダメ。適当にお祈りすると変なお祈りするかもしれないから、祈祷文を読みなさい。まあそう思って作られたかどうか分かりませんけれども、でその祈祷文がですね長いんです。礼拝が2時間3時間4時間かかる。くどいんです。ごめんなさい、東方教会の方、正教会ですから、もしかしたらこのインターネットを見てくださってるかもしれない。私がアメリカでギリシャ語を習った、そのギリシャ語の先生はこの東方教会 の、 司祭さんだった、ファーザーだったんですね。ギリシャ語の勉強の前に必ずイコンというですね、マリアさんの絵を教室の前に置いて、その前にろうそくに火をつけて、それからギリシャ語の勉強した。でもその先生はギリシャ語の聖書をですね、辞書なしでスラスラ読んでほとんど暗記してました。すごいんですよ。その東方教会ではお祈りをする祈祷文をですねやるんですが、その祈祷文の中心が主よ憐れみたまえなんですよ。ギリシャ語ではこれをキリエエレイソンと言うんです。聞いたことあるでしょ、ね、クラシックに出てくるんですよね、キリエエレイソン。キリエエレイソンっていうのはラテン語ではなくてギリシャ語ですね。キリエは主と言うんです。エレイソンは憐れみたまえなんです。キリエエレイソンが繰り返し繰り返しです。何か言ったらキリエエレイソン、キリエエレイソン、そこまで言わんでもいいじゃないかという。でもですね、これはそういうことを礼拝の中で行うことによって、私たちが生かされているのはキリエエレイソン、主の憐れみの家なんですよ。こうして礼拝ができているのは主の憐れみの家なんですよ。ご飯を食べられるのは主の憐れみの家なんですよ。罪許されているのは主の憐れみで、もう主の憐れみがなければ何も起こらないんですよ、ということをですね繰り返し繰り返し教えているんです。プロテスタント教会はそういうことをやらないので、主の憐れみの大切さをすっかり忘れてしまっています。来週からキリエレーソン30回ぐらいお祈りしてから、お祈りし礼拝しなきゃいけないなと思っているぐらいですね。有名なモーツァルトのレクイエムですね、あの2曲目がキリエレーソン。教会って聞いてみてください。おこれか、キリエレイソン、主が憐れみたまえ。主が憐れんでくださらなければ、もう1分1秒たりとも私たちはこの世に存在しないんだということをですね、でもちろんカトリックの祈祷文の中にも礼拝の中にも出てまいりますけれども、まあ、特にこの東方教会の方はですね重要視しているんですね。素晴らしいと思います。煙とお香と、時間の長ささえなきゃ東方教会はいいと思うんですけど、まあ怒られますけど、そんなこと言ってですね。詩篇の中に主よ憐れんでくださいという祈りがね繰り返し繰り返し出てくるんですね。この25編の6節もそうです。主よ思い起こしてください、あなたの常しえの憐れみと慈しみを。神様、あなたが憐れんでくださるから私は祈ることができるんです。いや、憐れんでください、どうぞ、そして私の祈りに応えてください。私たちが祈ることができるその祈りの、受付口にはですね、憐れみと書いてあるんです。もうそこに向かって祈るしかないんです。神様はお祈り聞くのは当たり前だよと、神様の仕事だよみたいに思ったら絶対ダメですよ。神は憐れんでくださって初めて私たちの祈りに耳を傾けてくださる。それほどこの憐れみということはね、大切なことなんです。ちょっとくどくど言ってますけども、それがこのお話の大前提なんですね。イエス様は神であってこの地上に置いてくださった方ですから、憐れみの大切さということをもちろん、しっかりと お教えになりました。マタイによる福音書の9章の9節から13節のエピソードを読んでいたいと思うんですけれども、イエスはそこを立ち、通りがかりにマタイという人が収税所に座っているのを見かけて、私に従いなさいと言われた。彼は立ち上がってイエスに従った。イエスがその家で食事をしておられた時のことである。
徴税人や罪人も大勢やってきて、イエスや弟子たちと同席していた。ファリサイ派の人々はこれを見て、弟子たちに、なぜあなたたちの先生は徴税人や罪人と一緒に食事をするのかと言った。イエスはこれを聞いて言われた。医者を必要とするのは丈夫な人ではなく病人である。私が求めるのは憐れみであって生贄ではないというとはどういう意味か言って学びなさい。私が来たのは正しい人を招くためではなく罪人を招くためである。これはこのマタイによる福音書を書いたマタイがイエス様の弟子になった時の有名なお話ですね。でここでイエス様が憐れみを大切だということをお話になっているわけですけれども、まあ、この、まあ、マタイが徴税、収税所に座っていて、そこでイエス様に声をかけられてイエス様の弟子になって、マタイはそのことが嬉しくてイエス様を自宅に招待する。でもその時にマタイの徴税人仲間であるとか罪人たちもいっぱい集まってきて、そこでみんなで飲めや歌えのどんちゃん騒ぎになると。でそれを見ていたファリサイ派がなぜこんなことをするのかね。朝鮮人や罪人と一緒に食事をするなんかと、もってものほかだと、とんでもないことだと言って、文句を言ったという話ですね。でこのお話は、まあ、多くの方はこの言葉、このお話の意味を理解してくださると思いますけれども、このお話の意味を理解するためには、この当時の時代背景がとても大切ですね。ちょっとこの幸いな国のシリーズではこの背景の話をくどくどしておりますけれども、とても大切なことなんです。当時のイスラエルはローマ帝国に支配されておりました。今までもお話ししたようにですね。そして、搾取される、もうありとあらゆる方法をもってローマ人はユダヤ人から搾取をいたしました。さまざまな税金を取りました。税金、人頭税、生まれただけで税金取られちゃう、消費税があったかどうか分かりませんけれども、多分あの当時何パーセントなのか計算できなかったからやらなかったと思いますが、このマタイが座っておりました収税所というのはですね、町の入り口にあるんです。町の入り口にあって、町を出たり入ったりするためにそこで税金払うんです。イスラエルという国はですね、町は必ずこの城壁で覆われてました。そして入り口が何箇所かに限られてるんですね。日本じゃできません、そんなことは。日本でやろうとしたら橋かなんかでやらないです。御嶽橋の入り口にですね、ETC みたいなのつけて、御嶽に入ってくる人は税金払いなさい、まあ今でいうと国を出たり入ったりするときに関税を払いますけどね、まあ、あれとよく似た感じですけれども、もっとえげつないです。商売人であっても、通行人であっても、旅人であっても、通るたびにお金を取られる。嫌ですね。どうやったらこの徴税人がこう眠ってるときにキャッとこう入ろうかなってですね、考えたからも分かりませんけれども、でこのそういう形で税金を集める。またこの蹂躙される、ひどい扱いを受けておりました。ローマのいろんな公共工事はですね、みんなその属国の支配された国のものがですね、無料で集められました、駆り立てられました。ローマ時代にいろんな水道だとかコロシアムだとか作られましたけどね、ああいうのは全部そういう国の人たちを捕まえてきて働かせたんです。ローマはすごいなんて思っちゃいけません。とんでもないです。でもそれは前からお話しているように、ちょうど第二次世界大戦の時にですね、日本が朝鮮半島を支配して朝鮮の人たちを無理やり連れてきて、広島でもいろんな公共工事やらせたんでしょ、そういうようなことをやってたわけです。ローマの人、ローマ帝国もですね。そして、ローマ皇帝を拝ませたり、またローマの言葉を覚えさせたりですね、いろんなことをして、イスラエルをなんとかこの自分たちの国にしようとしたわけですね。でも一方でユダヤ人たちは非常に自主自立の強い民族であります。なぜかというと、彼らは自分たちは神に選ばれた民族だという誇りを持っていたんです。どこかの馬の骨ではない、私たちはアブラハムの子孫であると。神が私たちを選んでくださったんだ。そしてこの土地は神が私たちに与えてくださった土地だから、一歩たりとも動かないと、そう彼らは強い意志を持ってですね、
この国にとどまっておりました。何度も反乱し、何度も武力蜂起をいたしました。そのたんびにローマに潰されて殺されて、まあ、先週もお話ししましたように、もう毎週のようにこのローマ総督ピラトはですね、そういう反乱の噂を聞いたら捕まえて、十字架にかけて殺してました。そんなとこだった。でこの状況から何とか救われたい。だから彼らはメシアを求めたんです。救い主を求めたんです。リーダーを求めたんです。強いリーダーを求めたんですね。毎週言うことが変わるようなリーダーじゃなくて、ね、どこかの国にいますけど、もう不言実行でね、この国をローマから救ってくれる指導者を求めたんですね。またある人たちは律法を一生懸命守ることで神様にこっち向いてもらいたいと思った。それをやってたのがファリサイ派。なぜならば旧約聖書に見ますとですね、律法を守る者に神の祝福はある、律法を守ればこの土地を与えられると書いてある。ファリサイ派のと言われる人たちはもうこれだと、だからもう律法の一言一句をこと細かく守り、また人々にも守らせてですね、そうすることによって神様が救いを与えてくださると信じて疑わなかったんですね。もういちいち橋の上げ下ろしからですね、歩く距離から、食べるものから、いちいち文句をつけて、おりました。でそのファリサイ派にとって一番あってはならない人たちはどういう人たちかというとですね、このもちろんこの国をに、ローマ支配していますローマに媚びを売っていた徴税人たち、ローマの手先になって同胞から税金を集めているような連中は一番憎むべきやつらですよね。今はもう使わなくなりました、非国民という言葉がね、戦争の時にあったそうです。私はもちろん知りませんよ、1960年生まれですからね。でもそういう言葉がね日本にあったわけですけれども、まさにもう非国民の最たるものですね、徴税人は。また罪を犯し続けている、罪を犯し続けているというのは律法にはしちゃいけない、これはこういうことをすることはダメだと書いてあるのに、そういうことを仕事にしている連中がたくさんいたんです。こういう人たちを罪人と呼んで一括りにしてました。ファリサイ派にしてみればローマに媚びを売る徴税人、そして律法を破っていることが分かっていながらそういう仕事をしている罪人たち、もう彼らは憎くてしょうがなかったんですよ。こういう連中がいるから神様がこのユダヤの国を憐れんでくださらないんだ、こういう連中のせいでローマに支配され続けてるんだ、こういう連中がいるからメシアが現れないんだ、こういう連中がいるからいつまでも苦しい思いをし続けなきゃいけないんだと、そうパリサイ派は信じてますね。ところがこういう連中を大切にした人がする人が現れたんですよ。それがイエス・キリストなんです。なんとあろうことか徴税人を弟子にした。これ絶対しなかったことです。当時宗教の指導者や学者たちはこのファリサイ派のですね弟子を集めてね教えてたんですけれども、絶対やらない。ところがイエス様はですね、この収税証拠を通りかかってね、で税金を払うのかなと思ったら、お君僕の弟子になりなさい言われた方もですね、入っててついていっちゃう。おそらくマタイもこんなことをやってましたけれども、心の中ではね辛い思いをしてたはずなんですよ。だからイエス様に声をかけてもらって嬉しかった。ああ自分はこの人々からも嫌がられて、でも生活のために家には子供が7人いるし、聖書に書いてないですけど、こういうことでもしないと生きていけなかったかもしれない。でもイエス様は弟子にしてくれるって言われて嬉しくてですね、彼はイエス様と弟子を招いた。それだけじゃないですね、徴税人仲間も集めましたよ、ね、それだけじゃない、罪人も集まってきました。もうファリサイ派にしてみたらですね、ゴミの集まりです。これそれだけでね、神の怒りがいつここに降り注がれるかと思ってですね、お祈りしてたかもしれない。神様どうぞ火を下して、こいつらを今全部抹殺してください。そうしたらこの国はきれいになって神様の救いが及ぶかもしれません。このイエスという人物は徴税人や罪人と一緒に食事をする、ユダヤ人にとって食事をするというのはですね、単に楽しく飯を食うということじゃないんです。
これは家族の証、一族の証、同士の証なんです。ユダヤ人は異邦人とは食事をしないんです。罪人は主税人と絶対食事をしないんです。ローマ人とも食事をしないんです。屋根の下にも出ないぐらいです。ところがイエス・キリストはこういう連中と食事をする。だから一緒に食事をするのかと聞いてる。声をかけるのさえ汚らわしいのに一緒に食事をしてる。一緒に食事をするということはその汚れを身に受けるということです。同じパンを同じ酢や油につけて食べますか。同じ汚れを引き受けるようなことをするのかと言ってるんですね。パリサイ派は怒るのは無理もないんですよ。だから聖書の中にこんな同じような話が出てきますけどね。今度から読むときにね、パリサイ派がイエス様にいやらしいこのなんていうか、こんななんでこんなこと言ってるのかなと思うことありますけども、彼らは彼らなりに考えてやってることなんです。でも行き過ぎていたし、彼らは一番大切なことを見失っていたんですね。人間というのは恐ろしいものでね、自分はこれが正しいと思ってそれ一生懸命やってると、そうじゃない人を裁くんですよね。そうじゃないことにもっと大切なことがあるのに、そこに目が向かわないんですよ。パリサイ派もあまりにも律法に一生懸命になったがためにですね、その律法の心を忘れてしまう。ですからイエス・キリストはこう言いました。イエスはこれを聞いて、パリサイ派の人たちが、なぜあなたたちの先生は徴税人や罪人と一緒に食事をするのかと、イエスはこれを聞いて言われた。医者を必要とするのは丈夫な人ではなく病人である。つまりこの徴税人や罪人たちは病人なんだと。イエス・キリストは彼らが悔い改める必要がないとはもちろん思ってないんです。彼らに悔い改めてほしい、彼らに正しい生き方をしてほしい、彼らに神に立ち返ってほしいと願ってらっしゃるんです。私が求めるのは憐れみであって生贄ではないとはどういう意味か言って学びなさい。この憐れみではあって、であって生贄ではないというのは旧約聖書のホセア書にある言葉です。そのホセア書の言葉を引用していらっしゃるんですね。パリサイ派よ、あなたたちは旧約聖書に一生懸命になって立法に一生懸命になっているけれども、あなたたちが一生懸命になっている旧約聖書に、私が求める、つまり神様が求めているのは生贄じゃない、つまりああしなさいこうしなさいというこの形だけじゃ、形じゃないんだと、むしろ憐れみなんだと、その立法の旧約聖書の心なんだと、ズバッと言われたんですね。どういう意味か言って学んでこいと。なかなか厳しいですね。私が来たのは正しい人を招くためではなく罪人を招くためである。彼らが罪人であるということはイエス様も分かってらっしゃるんです。でもファリサイ派は彼らを切り捨てようとしたんですね。罪人を切り捨てようとしたんです。ファリサイというのはですね、セパレートという意味、分けるという意味。ちょっとでも汚いもの、汚れたものは全部分けて捨てちゃう。でもイエス・キリストはこの汚れているから汚いから彼らを自分の懐に入れて、憐れみの心で彼らを自分たちが受け入れて、そして彼らが悔い改めて自らの力で神に立ち返るようにしておられたんですね。その違いなんです。憐れみというのはまさにこの許しですね。生贄よりは憐れみだとイエス様もおっしゃいました。この辺のところは今喋ってしまいましたけれども、憐れみは許しの源なんですね。イエス・キリストは彼らを切り捨てるのではなくて受け入れて許して、そしてその結果として神様に向かっていくことを願われたわけであります。実は私たちも神の憐れみによって許されたものですね。エフェソ書の2章の3節から6節に、私たちも皆
以前は肉の欲望の赴くままに生活し、肉や心の欲するままに行動していたのであり、生まれながら神の怒りを受けるべきものでした。すべての人は生まれながら神の怒りを受けるべきものだったんです。誰も神様に喜ばれる人はおりません。すべての人は神の怒りを受けるべき対象であった。しかし、何て書いてあるんですか。憐れみ豊かな神は、しかし憐れみ豊かな神、ただ神の憐れみのゆえに私たちをこの上なく愛してくださった、この上なく愛してくださった、一人子をお与えになるほどに愛してくださった。ちょっとやそっとじゃありません。神にとって最も大切なものを惜しげもなく与えるほどに私たちを愛してくださった。でもそれは神の憐れみのゆえなんですね。神は私たちを憐れんでくださった。その愛によって罪のために死んでいた私たちをキリストと共に生かしてくださった。パリサイ派は何を忘れていたかというと、彼らも罪人であるということを忘れていたんです。自分たちは正しい、自分たちは間違いないと思って、自分たちは憐れみを受けるべきものではないと思っていたから、憐れむ気持ちを失っている。医者を必要とするのは病人だと。でもそれはですね、自分は病気だと分かっているものということですね。実はファリサイ派も病人です。全ての人は病人になって、イエス・キリストの目から見ればですね。でも病人だと自分で分かっていない人は病院行かないでしょ、ね、自覚症状なかったら病院行かないんですよね。彼らは、徴税人や罪人たちは、その自覚症状があって自分が病気であるということを認めてイエス様のところに来た。だから癒されて神のもとに立ち返ることができたわけであります。私たちも皆罪人です。同じ神の怒りを受けるべきものでありましたけれども、憐れみ豊かな神によって生かされております。そのことを決して忘れてはいけません。互いに親切にし、憐れみの心で接し、神がキリストによってあなた方を許してくださったように、神がキリストによってあなた方を許してくださったように許し合いなさい。憐れみは許しの源です。憐れみは許しの源。そしてその前に、私も憐れまれているものである、私も許されているものであるという気持ちが常にないといけない。なかなかこれが出てこないんですね、自分も許されている、自分も憐れまれているということはね、すぐに忘れてしまう。どうしても人間はすぐ、あ、自分は正しい、自分は、立派だ、自分は間違いないと思ってしまう。だからあの人は間違ってる、だからあの人は許せない、だからあの人はダメだということになってしまうんじゃないですか。まず私たちが神の憐れみの心によって許されているということを覚えなければなりません。ですから最初にも申し上げましたけれども、聖教会では最も大切な祈りなんです。キリエイレイソンがですね、主よ憐れみたまえというのが、今日から毎朝主よ憐れみたまえ、キリエイレイソンを唱えてですね、一日を始めなきゃいけないかもしれませんね。私は主に主よ憐れみたまえ、主よ私は憐れまれてますから感謝しますと。だからその憐れみの気持ちを持って人に接することができるようにということになるんじゃないでしょうか。で、憐れみ深い人々は幸いである、その人たちは憐れみを受けるというのはですね、日本語にも同じようなことわざがあるんですね。情けは人のためならず、実に見事な格言ですね。情けは人のためならず、分かってますよね皆さん。これ人のためにはならないということじゃないですよね。分かってますよね、情けを、誰かに情けをかければ必ず情けは返ってくる、そういう意味ですね。で、この憐れみという言葉、最初にもちょっと言いましたけれども、どうも普段の生活の中で憐れみという言葉を人に向かって使うとですね、あんまりいいニュアンスがしないので、むしろ情けという方が合うんじゃないかと思います。日本語にはなんかぴったりくるよ。だ、神様は私たちは憐れんでくださってますけどね、人が人に向かうときには憐れみというより情けという言葉の方がなんかちょっと近い気がします。私が感じているだけなんですけども。で、情けという言葉は日本語にたくさんあるんですね、調べてみると。
情とか情けっていうね、情けが熱い、情け深いとか、逆は薄情、ね、熱いか薄いかって言い方しますね、情け容赦ないとか同情とかね、情けを乞うとか情けをかけるとか、情けないなんてありますね、情けない、武士の情けっていうですね、人情とかね、まあ、こうやって見るとですね、この情という言葉はたくさんあるんですよ。で、情を使った言葉でもたくさんあります。びっくりするぐらいありました。私も、いや、情はこれも英語に多分訳しにくいなと思うんですけどね、また後でジムさんとお話ししなきゃいけませんが、情けを何と訳すかね、ピティ、まあ、英語で哀れみはピティですけれども、ヘブライ語のピティっていうのはですね、またちょっと意味が違うんですね。僕は日本語の情けに近いかなと思います。で、ヘブライ語の情けという言葉はですね、まあ、いろんな言葉があるんですけど、そのうちの一つにですね、この女性の子宮を表す言葉があるんですよ。うん、こう子供をこう宿すところ、つまり女性が我が子を愛おしむような思い、包み込むような思い、もう絶対的な愛情で包んでますよね、お母さん、赤ちゃん、子供、お腹の中にいるときには。どうもそういうところにですね、このヘブライ語の哀れみという言葉の語源があるんです。我が子は哀れまない親はおりません。どんなに出来が良くても悪くても、我が子を手放すことはできません。お腹の中にいるわけですから、それぐらいのこう気持ちっていうかですね、まあそう思うとなんか情はちょっと逆に軽い感じもしますけれども、まあ、いずれにしてもですね、このイエス・キリストは憐れみ深い人は幸いであると言われました。憐れみの心、情けの心を持って人と関わっていくことが、あなたたちは幸せなことによって、あなたたちは幸せな国を作ることができるんですよ、あなたは幸せになることができるんですよと教えてくださっているわけです。もう少し先ほどのこの言葉を、まあ、私に勝手に訳すとですね、許せない、愛せない、近づきたくもない人に憐れみの心を持って接するなら、神はあなたを憐れんでくださるということになるんじゃないかと思うんですね。憐れみの心、情けの心を持って、人と人とが結ばれていく、許し合っていくという、そういう世界を、そういう国をですね、キリストは願われました。そして私たちにそのように、あるように、お勧めをくださっているわけであります。お祈りいたしましょう。天の父なる神様、主を憐れんでください。主の憐れみなくして私たちはここに存在いたしません。主の憐れみなくしてあなたに祈ることはできません。主の憐れみなくして1分1秒たりとも私たちは生きることを許されておりません。神よ、そのことを私たちはなかなか分かりません。どうぞ今、霊の目をあなたが開いてくださって、本当に主の憐れみが私を生かしているんだということを心から理解することができますように、そのことを思って私たちも憐れみの思いを持って互いに許し合い、受け入れ合っていくことができますように、裁く思いではなく、切り捨てる思いではなく、許し受け入れていく、そんな思いで私たちが、家族が、またこの教会が、そしてこの国が結ばれていくならば、なんと素晴らしいことでありましょうか。神様はその憐れみの思いで今私たちを見ていてくださいますから、感謝をいたします。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。